はい、こんにちは、ゆうです。ということでね、今日は4月6日ということで、僕がね、今の契約社員の仕事を始めてからちょうど1ヶ月経ったということで、1ヶ月の、感想をね、話していこうかなと思います。はい。3月ね、6日に、入社して、いろいろね、研修っていうのを2日間やりましたね。実際の、仕事で使うことものの、確認だったりとか、簡単な、作業の概要だったりとか、会社のなんか概要みたいな感じのビデオを見たりとか、そういうことをして、3日目以降はですね、実際の作業という形で、見習いという形で入って、作業をね、教えてもらいながら、徐々に慣れていくっていう感じでした。で、最初の1、ね、1週間ぐらいかな、1週間と、ちょいぐらい、そのぐらいはね、一緒に、その教えてくれる人とね、行動して、で、それ以降はですね、一人立ちということでね、一人で作業するっていう形になりました。でも僕も一人立ちして、2週間以上は全然経ってるので、だいぶ仕事には慣れてきたっていう感じですね。やっぱね、一番最初辛いのはね、最初の入社からね、大体1週間ちょいぐらいがね、1週間から2週間がね、やっぱ、ちょっとね、体もしんどかったね。やっぱ慣れない環境っていうのと、やっぱ変に力が入ってたりとか、慣れないことをするのでね、頭とね、体が追いつかないということで、もう家帰ってきてから、ご飯食った後も寝落ちみたいな感じのことが多かった。今はね、もうだいぶ慣れてきて、力が力みすぎっていうこともね、多分なくなったので、だいぶ。だから体の疲れ具合っていうのはね、最初の頃に比べたらね、だいぶなくなってきたんで、そういう寝落ちすることっていうのはね、少なくなったんですけど、本当にやっぱ最初の1週間、2週間はね、結構辛かったですね。本当に体への負担がすごかった。あとね、通勤っていうのですね。僕電車で都内に通ってるんですけどね。やっぱそれがきつかったね。なんなら今仕事よりもね、通勤でね、なんかヘトヘトになってる感じがあるね。本当ね、行くまでがね、しんどいんですよ。またその次にしんどいことは朝早く起きることですね。最初マジできつかったね。本当ね、もう起きてから目が開けられないみたいな感じでしたけど、人間不思議となれるもんでね、目覚ましの前にね、起きるようになりました。はい、なる前に起きるようになりましたね。ただそれでもね、朝起きて、会社に向かってね、会社で作業してね、昼休憩とかね、待機時間とかそういうのでね、普通に眠さを感じることは全然あるし、なんなら毎回眠いんですけど、一応ね、スパッとね、起きれるようにはなったんで、朝。それは進歩かなって思います。大体のね、作業って、作業にしろ生活リズムにしろはね、やっぱ慣れてくるので、その辺はね、心配しなくてもいいのかなって思いますね。今ね、社会人生活始まったばっかりの人もね、いると思うんですけど、やっぱ最初の1週間からね、2週間あたりは結構辛いと思うんですけど、徐々にね、会社の中の雰囲気だったりとか、どこに何があるのかとかね、わかんないと最初はね、ほんと不安じゃないですか。で、そういうのも分かってきて、で、仕事もね、少しずつ慣れてくるので、だいぶね、楽にはなってくるので、日が経てば経つほど楽になってくるとは思うので、それのね、それまでがね、ちょっとしんどいですけど、踏ん張ってもらえればなって思います。最初のね、やっぱ1ヶ月っていうのはね、結構気張ることも多いと思うんですけど、だいぶね、慣れてきたんでね、僕的には良かったかなって思います。ぶっちゃけ最初のね、正社員の頃の、1ヶ月と比べて、だいぶ慣れるのは早かったかなと思いますね。やっぱ、作業っていうか、接客業じゃないっていうのがでかいね。そう。接客業って結構やっぱ慣れるまでに時間かかるって僕個人的に思うんですよね。やっぱ自分のペースで仕事がなかなかしにくいから、接客業って。やっぱなんかね、お客さんが来るタイミングっていうのもわかんないし、どんな質問されるかってさ、一日ごとに違うわけだから、そう。それがね、なかなか慣れないんですけど、今やってる仕事はね、もう一日一日ね、やることはね、決まってるので、自分のペースをね、あまり崩さずね、作業ができるので、それに関しては良かったですね。やっぱ僕、こういう方がね、多分向いてるんじゃないのかなっていう、思いましたね。あと基本的に僕、接客業がね、多分向いてなかったね。駅員とか多分絶対やるべき人間ではなかったかなって思いますね。僕あんま人の話に耳を傾けるっていうのが得意じゃないので、そう、なんか飽きちゃってね、なんか別のことを考えたりとかしちゃうので、そう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 、だからあんま向いてなかったかもね。
こういうコツコツと作業をこなしていくっていう方がね、なんか良かったです。僕あんまじっとしてられないんですよ。そう。だからなんか、そう。だから、こう動いてる方がね、多分いいのかもしれない。そっちの方がなんか時間過ぎるのも早いからね。そう。うん。だから、結構向いてたかなと思います。精神的にもね、社会人の頃、1年目に比べたら安定してるし、実家暮らしっていうのもあるからさ、身の回りのこと全部自分でやる必要がないから、そう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 、食事がやっぱね、家帰って出てくるっていうのがね、本当にありがたいなって思いました。本当社会人1年目の頃はね、3食ガストとかね、行かれたようなね、まあ、ラインナップでね、飯を食った時期もあったから、そうやっぱあれだね、家帰ってきてご飯がある、親がねご飯作ってくれるっていうのはね、非常にありがたいですね。うん、やっぱ最近外食はねする機会もね、それのおかげでまあ減ってるし、やっぱ外食してご飯食ってもね、やっぱ家帰ってきてね、親が作ってくれるご飯がね、やっぱ一番安心するしね。うん、ほんとやっぱり実家暮らしっていうのはね、ありがたいなって、今のね仕事を始めてね、まあ、再確認しました。はい、まあ、そんなね1ヶ月でしたね。まあ、これから3ヶ月、まあ、半年とね、まあ、経っていくので、まあ、その都度ごとにね、ちょっと多分思うことも変わってくると思うのでね、またその時にね、お話ししたいなって思います。ということで今日はね、これで終わります。ありがとうございました。